伊勢市立図書館、伊勢市立図書館、伊勢市立図書館は、三重県伊勢市の公共図書館、旧伊勢市域にある伊勢市立伊勢図書館と、旧小幡町域にある伊勢市立小幡図書館、及び市内各地にあるコミュニティセンター分室13室からなる。伊勢図書館、小幡図書館ともに指定管理者制度を導入しており、どちらも株式会社図書館流通センターが、 指定管理者として運営している。伊勢市は2005年、平成17年11月1日に、旧伊勢市、渡来郡二見町、小畑町、三園村の一市二町一村が合併して発足し、旧伊勢市が開設していた旧伊勢市立図書館と小畑町が開設していた小畑町書館を引き継いで、新伊勢市立図書館が開館した。2006年、平成18年4月に、 伊勢図書館に指定管理者制度が導入され、図書館流通センターの管理に移行した。2008年、平成20年10月、伊勢図書館と小畑図書館のコンピュータシステムを統合し、利用カードも共通化した。2009年、平成21年4月に、第二次指定管理者運営に伴い、小畑図書館でも指定管理者制度が始まり、伊勢、小畑両館ともに、 図書館流通センターの指定管理となった。この時、分かれていた両館の公式ウェブサイトを統合、図書館だよりも共通化した。2010年、平成22年10月20日、三重県で初めて雑誌スポンサー制度を導入した。伊勢市立図書館の蔵書であれば、伊勢、小端どちらの図書館でも返却可能。また、市に設置された図書室、夜間は、 おばた町内5カ所のブックポストで返却することもできる。伊勢市立伊勢図書館は、三重県伊勢市八日千葉町にある、1876年、明治9年、明治維新による申請に適した知識を学び、演説、討論の練習の場とすべく、高納三社が結成された。発足当初の高納三社は、社員が集まって、話し合いを行う程度の活動だが、1882年、 明治十五年になると、村井常蔵らが帰還し、島雑誌を発行し、社員は、豊川学校、伊勢市立厚生小学校の前身校の一校に、毎日集まって15時から22時まで読書を行い、知識を交換し、討論を交わすようになった。校お社は、社員が持ち寄った本と校お社で購入した本を、合わせて、約960冊を所蔵し、 1882年、明治15年4月3日に、孔治無図書室の設立式を行い、春年市小町の小川長期地宅を仮閲覧書とした。孔治無図書室の利用は社員に限られていたものの、図書の閲覧と貸し出し業務を行っており、三重県における図書館設立の先駆的な取り組みとなった。孔治無社の活動は1887年。 明治20年頃には定調となっていた。一方、渡来軍教育会第一司会では1904年、明治37年に、日露戦争記念に図書館を開設しようという計画が浮上し、孔治虫者に対して図書の寄贈を申し入れた。孔治虫者はこれを容認し、483部962冊の図書を寄贈した。1905年、 明治38年4月3日に開館式を、厚生人城小学校、現、伊勢市立厚生小学校で挙行し、渡来郡教育会第一司会の運営による、尾生治図書館として、一般市民の利用も可能とした。尾生治図書館の設立は、同年1月に開館した阿山郡教育会附属図書館、現、東上野図書館に次ぐ三重県内2番目であった。施設は、 小川長期支度をそのまま使用した。1906年、明治39年に、宇治山田が、市政施行したのに合わせて運営者の渡来軍、教育会第一司会が、宇治山田市教育会に改称し、1908年、明治41年9月に、豊川町の宇治山田市立男子高等小学校へ移転した。こう収む図書館は貸し出し担当者のみ報給が支払われ、 他の業務は、教育会の会員が、無償奉仕で従事した。基調書は、特別閲覧人のみ閲覧を許し、抜粋、当社は許可しなかった。また、大正時代には、利用書に本を置いてもらう、床屋文庫を展開し、市民の利便性を高める活動を行った。高等小学校は1921年、大正10年3月に廃校となったため、校収む図書館は、 暫定的に、宇治山田市第六尋常高等小学校、現伊勢市立明林小学校へ移転した。この頃より独立した建物を持つ、図書館を設置しようとする運動が、宇治山田市教育会や黎明会、宇治山田市の将来を見据え、調査、研究、広報を行った団体の松場健太郎らによって展開された。彼らは、市議会議員を通して市長に働きかけ、 宇治山田市は、新都公会堂と図書館を建設する計画を進めることとなった。宇治山田市は、常磐町にあった、五市の橋村肥前太遊亭の一部、仙売局宇治山田出張所を買収し、岩淵町へ移築することに決めたのであった。1928年、昭和3年5月1日、岩淵町、現在の伊勢市観光文化会館の隣に、 宇治山田市立新都図書館が開館した。三重県教育市や伊勢市市は、河尾治図書館を宇治山田市立新都図書館の前身と受け付けているが、伊勢図書館発行の図書館概要は、新都図書館以前の歴史を記載していない。新都図書館は、河尾治図書館から蔵書を引き継いだが、開館初年の蔵書数は1892冊と、わずかで、新聞や、 雑誌の閲覧を主な業務としていた。当時の所蔵新聞は、大阪毎日新聞、大阪朝日新聞、時事新報、高知新聞、国民新聞、名古屋新聞、新愛知、伊勢新聞など、所蔵雑誌は、中央公論、女性、キング、婦人クラブと、少年雑誌3誌であった。開館年の閲覧者数は1405人で、四日市市立図書館。 松坂町立図書館、現、松阪市松坂図書館に次ぐうち、第3位、図書館費は3315円で、四日市市立図書館に次ぐ、県内2位であった。新都図書館の増書数の少なさを補うべく、図書館設置に尽力した人々は、市民に対して、寄付や図書の寄贈を呼びかけ、自身も、基金の創設や、図書の寄贈を積極的に行った。 1937年、昭和12年の三重県学事要欄によれば、当時の蔵書数は8318冊で、閲覧者数27332人、図書館費3237円と、四日市市立図書館と共に、県内の他の図書館を圧倒する実績を挙げていい。この背景には、新都図書館が三宮急行電鉄寺山田駅前にあって、 利便性が高かったことに加え、宇治山田市当局が図書館の重要性を認識していたことがあった。第二次世界大戦中は、県内の多くの図書館が繊細に遭い、直接の被害がなくとも休館に追い込まれた中で、新都図書館は、造車の一部を疎開させるなどしながらも、業務を継続した。終戦の翌年、1946年、 昭和21年の蔵書数は57,742冊、閲覧者数は27,515人であった。1947年、昭和22年、終戦による緊急措置で多くの図書が除籍された。1949年、昭和24年5月、新都図書館は、宇治山田市立図書館に改称した。 同年度の増書数は11,188冊、1日の平均閲覧者数は76人といずれも県内第3位であった。1950年、昭和25年4月30日に図書館法が制定されると、小学校併設の小規模図書館が淘汰されていったが、宇治山田市立図書館はそのままの施設で維持された。しかし、1953年、 昭和28年に、伊勢会館、伊勢市観光文化会館の前身を建設するため、新都公会堂と共に解体されることになった。宇治山田市立図書館は、1954年、昭和29年3月3日に、国鉄山田駅、現在の伊勢市駅前の観光物産館の付属建物に移転した。1955年、昭和30年1月、 指名解消に伴い、伊勢市立図書館と解消した。1961年、昭和36年時点の図書館の面積は140坪、462.81メートル、職員数は4人、年間増加冊数は956冊でいずれも図書館法が定める最低基準を下回っていたが、当時の三重県内の公立図書館でこの基準を満たしていたのは、 四日市市立図書館だけであり、伊勢市立図書館に限ったことではなかった。この頃、伊勢市立図書館は、巡回文庫を開始して30カ所に配本し、市民の間でも読書グループを立ち上げるなど活発な活動を行った。しかし統計上は1965年、昭和40年の閲覧者数は15,909人で、1960年、 昭和三十五年の二万八千六百三十五人を大きく下回ってしまった。1973年、昭和四十八年十一月、伊勢市は岡本三丁目の民間施設を購入し、そこへ図書館は移転した。さらに1992年、平成四年十月一日、八日市場町に新築された図書館へ移転する。同館は百九十一年、 平成3年5月16日に堀崎組の施行により着工し、1992年、平成4年3月25日に8億9919万円をかけた工事が完了した。新館移転と同時にコンピュータ導入を行った。翌1993年、平成5年7月、伊勢市図書館協議会が発足する。百九十八年、 平成10年4月、伊勢市障害学習センター、伊勢トピアなど、計3カ所に、図書館分室を開設、以降順次分室を増やしていった。2005年、平成17年11月1日、市町村合併による新、伊勢市の発足に伴い、伊勢市立伊勢図書館に改称する。翌2006年、平成18年4月1日に指定管理者制度を、導入。 株式会社図書館流通センターを指定管理者とした。この時、伊勢図書館の公式サイトを開設、開館時間を19時までに延長した。2008年、平成20年10月には、小幡図書館とシステム統合が行われ、利用カードも統一された。2009年、平成21年4月1日には、第2期指定管理者運営が開始され、 再び株式会社図書館流通センターが指定管理者になるとともに、小ば図書館も同社の運営に変わった。2010年、平成22年10月には雑誌スポンサー制度を導入。2011年、平成23年9月には公衆無線欄によるインターネット接続サービスを開始した。2016年、平成28年4月23日、同年度の 子どもの読書活動優秀実践図書館として文部科学大臣表彰を受けた。伊勢市立小畑図書館は三重県伊勢市小畑町本町にある各コミュニティセンターにある図書館の分室利用カードはすべて共通だが、病院で発行されたカードは病院のみで利用が可能。また、県立図書館や他市町村の資料を借りられる相互、貸借サービスは利用できない。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。